皆さんこんにちは。こんにちは。マックスプライです。ヨナリです。ですね、セレスが、ホーリーセレスが、究極進化、アーマーマナ、アーマーアナになります。行きましょう。さっき天使進化したばっかり。究極進化。取ったばっか。取ったばっかり。おお、こちらでございます。こちらでございます。かわいい。後ろにセレスがいましたね。いるね。その後ろに回っちゃったね。そんなわけでお待たせいたしました。すげえ。パズドラクロスアナ降臨に行きましょう。実装されたばっかのようにフレンド一人いた。一人だけフレンドがいました。しかもスキルマン。こちら私の方ですけれども、キラー2つ、バインド耐性。いやー強いね。で、木か光の5個十字消し1個につき 1.5 倍、木と光の同時攻撃で4倍というリーダースキルですね。サブとしても強いっすよね。サブとしてもスキルめちゃめちゃ優秀。感知の光 X やばい。ヘイスト1ターン付きで12ターンに1回感知の光 X、ね、しかもキラー2つってのがてかめちゃめちゃ強いよな。面白そうっすね。あとね、ちなみにこれ面白くて、サブ、どうこう。あ、あれですね。両端を55になるから。そう、55。アバロンドレイク、すみません、スキルレベル1でございます。木と光変換。ジタン。5ターンの間落ちやすくなる。しかも木と光が。で、三色陣。木、光、闇。どうかな。むずいかな。行ってみたいと思います。失礼、スキル確認。まずジタンか。そうはさせないぜ。発動で一回落ちやすくしました。いきなりちょっとカウンしてみようか。マジですか。どんなもんか。これで十字消しの戦闘あかんのだよな。指がね、そんなないんじゃないですか。この回あります。いや、そんなないですよ。あやったうっそ。やってみますね。いきます。これで81倍か。スキル使うのめっちゃ怖いんだけど。これ指がないんだよな。このあの子には食らいましょう。で、これで次は五個消しができるが、いくよ。うわ、怖え。間に合わねえよ。間に合わねえ。やべえ。そうか。214。一回回復しながらいきましょうか。いいな。結構難易度高いね。まあその操作時間延長を全然こうパーティーに組み込んでいないという前提ではあるので、準備必要。そうですね。リーダーとしてはちょっとむずそうだな。何を入れるかによる。これで、うん、ちょっと限界だ。私まだね、あのルロニ剣心、みたいな、その回復十字消し、それでもこんな火力出る。火力出た。キラーを乗ったら今フレンドの穴が300万。6コンボ以上吸収やばくね。そうはさせないじゃん。感知の光 X。 あ、強い。感知2発撃てるのは強いよ。強いね。ゴー。あーうー無理ー。6も無理ー。
無理。どうやってこれで6個も組めばいいのこれ。あ、もう気にしないっすよ。あ、ほんとだ。なんだ。左は組んで、どうかな。きついか。ここでどれくらい食らう。お、耐えた、よし。さあ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 、カンチャの光 X 強い。十字ね、二色十字はね、むずいんだよ。むず剣心を勝ってて思いますけど。はいはいはい。だから無理ですか。行くぜ。ただ剣心は、剣心は一応指もオーバルがいいや。あるからあれなんだけど。サブをもうちょっと考えんとあかんね。これ。あ、これはちょっとなんか。ダメだ、どうやって組んだらいいか。私のパズル力じゃ。普段見るであれだけこう十字を余裕しゃくしゃくでかましてる人間ですけれども、体育十字とかね、二色十字はね、全く別物やな。クロスファーン。心を静かに聞いてほしい。この動画で分かったことは、感知の光 X があまりにも強いということ。 HP 全開、バインド全開、それでいて本人はバインドを一切効かない。さらにスキルが一旦溜まる。やばい強い。Thank you.